はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。たまにはお店の中からこんにちは。国内の、取引先各社から、今週もいろいろ入荷品がありましたので、簡単に紹介していきたいと思います。まずは、こちらの MUT ポーチ、こちらはブラックとコヨーテがありまして、例えば私が今考えているのは、このコンパートメントは2つあるので、こちら側にバッテリー、スマホの、そしてこちらのフロント部分のマジックテープで軽い押さえもしておけるという、こちらにスマホ、この作戦を今度やってみようかなと。でまあバッテリーなのでね、バッテリーを入れておくにはそこでそれなり、まあ仕切りも2つあるので、バッテリー以外にもいろいろ小物をしまっておけるのにいいんじゃないかなと。例えばもう一つ、こちらのサイトロンの、ビノキュラー、8倍、と10倍、まあこのぐらいのサイズの違いで、まあ、どっちがいいのって言われるとね、結構難しい話なのですけども、まあ、まずは8倍安い方でいいんじゃないですか。あとこういうのもあるの、あのシルバーってあのアウトドアメーカーコンパスなんかで有名な会社ですけども、そちらが出しているポケットスコープ、これ単眼鏡ですね。単眼鏡だからもう簡単にこうピントが合って、もう、割と、携帯性にも携帯性も優れていると。あとは、例えばこういったものも人気で再入荷しました。スリングショットアジャスタブルと、こちらはスタンダードな、スリングショットクラシック2、こちらはあの手に腕にこう押さえ、握った時にこう押さえがついているので、より狙うのも安定で、まあ、同時にあの買ってかれる方結構多いのですけども、どっちがいいんだろうって悩まれる方結構いまして、一応サイズが2つあります。6ミリと9ミリ。私の経験では、こちらの大きな6ミリの方が、つまんで、つまみやすい。で、あの、狙いをつけやすい。あんまりなんかちっちゃいとね、あれ、俺持ってんのかなって、なんか、ちょっとね、あれなんですよ。はい。まあ、いいや。そんな感じ。はい、あとはこちら、ミリタリーファンにも人気、コーナースターのコンパス、こちらはですね、まずこちらで、なんで水平の角度、これ置いた時に、何度だよってちゃんと、角度が取れるものと、あとなんだっけな、あとこれ覗けますかね、これね、どこだカメラ、ここら辺で、あ、見えた、ほら210って書いてあるじゃないですか。で上に30って書いてありますよね。北から見て今こちら210度の角度ですよと、方角ですよと。南から見ると30度らしいです。こうやって覗いて、今何どっち方角だって言って見れるわけですよ。まあ他にもね、通常のコンパスとしてはちゃんと使えるし、あとこちらも水平、なんだっけな、ちゃんとまっすぐに置けてるよって測る、まあ、ちょっと説明が、あれであれで申し訳ないですけど。一応畳むとこんな感じの、状態で、あの、携帯できます。あとは、こちらのレザーマン、レザーマンのスタイル PS。このハサミが主体のレザーマン社の、
うちでガーバー以外のレザーマンを買う人がいるとは玄人なっていうかな。これもちゃんとこうやってピンセットがついてたりして、結構人気な商品なんですよこれ、はい、カラビナ式でかっこいい。で、あとはこういったマルチツールポーチは、まあ、一応こちらなんですが、背面がこのようにベルトに、ちゃんと後付けできるタイプですね、いちいちベルトを取らなくてもベルトをした状態で着脱ができるよ。で、こちらのバックルをポコンと押すと解除。そして例えばガーバーのこちらのサスペンション、こちらを収納しましょう。これでしまった、ちょっときついな、ちょっとね心配だな、俺のマルチプライヤーとかナイフとかこれ入れたいんだけど入るかなっていう方は、あ、これほら内側がちゃんとソフトな仕様になってるから収納物を傷めない、心配だなっていう方いましたら、お店にそちら持ってきていただければ、合わせますんで言ってくださいね。あとはこちら、これは何でしょう、ウェブドミネーターといいまして、ミリタリーでは何ていうのかな、1インチのストラップ、1インチって約 2.5 センチなんですけども、例えばこれはまあ 2.5 につけて余った部分を巻き取っていってしまうという、そして最後にこれでぐるっとパチンと固定しておしまいというちょっとしたおしゃれアイテム。すいません、あと1点だけ。こちらビッグトートバッグ、こちらですね、なんだっけな、最近私がいかんせんこう読書家なもんで本箱に漫画本がいっぱい入ってるわけです。これ読まねえよな、もうな、いい加減読まないよな。いやでも手塚治虫選手はちょっと置いとこうとかいろいろこう悩むんですけども、これは絶対読まないっていう本を日々本箱の前に置いて入れてったんです。そしたら今日結構なみなみとなったので、そのまんまよいしょって、結構な重量でしたけどブックオフまで歩いて行ったんです、そのまんましょって、すいませんな、ちょっと狭いもんで、そしたら全然こう耐久性十分な優れものも入荷しました。そしてもう一つ、こちらのビッグトートバッグ、これは下に中敷きはついてないタイプなんですけども、その代わり結構こういった袋、延長カバーが出てくるので巾着式で縛れる、これは結構衣類を入れるのにちょうどいいなという感じの、こちらはブラックカラーのみですけども、こちらも再入荷いたしましたので、よかったら、いかがということで、国内の、こんなもの再入荷してきましたよっていう動画でございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。